J-DAM J-DAM 統合直接攻撃弾は無誘導爆弾に精密誘導能力を付加する装置のシリーズ名である。2000年前後にアメリカ合衆国で開発、実用化され、米軍を主体に数カ国の軍隊が保有している。J-DAM シリーズの誘導装置キットを取り付けることで、無誘導の自由落下爆弾を全転候型の精密誘導爆弾、 スマート爆弾に変身させることができる。INS と GPS 受信機が組み込まれており、二つの方式を併用した誘導装置が、ビブの制御翼をコントロールして、外部からの誘導なしに設定された座標へ、精度の高い着弾が行える。また、現在ではさらにセミアクティブレーザーホーミング、ソル誘導を併用できる機種も登場している。j a m は、単体の兵器ではなく、 海軍兵器担当水兵や空軍弾薬システム専門兵が兵器を組み立てる時に取り付けられる無誘導の自由落下爆弾を向上させるための追加である。J ダムは名目上の重量で500ポンド約 230kg-2000 ポンド約 910kg の範囲の爆弾に合うように作られている。J ダムキットは空力制御抑免を備えたビブセクションストレキ ビブ内に収められた INS、完成誘導システムと GPS、グローバル、ポジショニングシステムによる誘導制御ユニットに構成される。JDAM キットが取り付けられた爆弾には、マーク80やブルー、ボム、ライブユニットといった命名法に代わって、グブー、グディドボムユニットという名称コードが与えられる。つまり、このキットを取り付けられた自由落下爆弾は、 精密誘導システムを備えた弾頭へと生まれ変わることになる。公表地では、10地点を中心に、最大15回り、約2 8キロメートルまでの範囲の目標へ有する能力を爆弾に与える。比較的低価格で運用上の制約もあまりないために、今後使用される機会が多いと考えられている。この装置は、アメリカ空軍と海軍の共同計画によって、開発された。 すでにイラクやアフガニスタンで使用され、米国と有効な数カ国へも輸出販売されている。j イ a m は従来の誘導爆弾の欠点を解消するために開発された。従来の誘導爆弾はレーザーや赤外線画像により誘導されていたが、これらは地上の気象条件により運用が制約される欠点があった。そこで10日後は外部からの誘導を必要とせず、 INS と GPS だけで目標地点に落下させることが求められた結果、JDAM が開発された。また派生型として DDAM が存在する。これは INS と GPS に加えてレーザー照射による誘導機能が追加されており、より精密なピンポイント攻撃や移動目標への攻撃も可能である。 j ダムは爆弾本体を含まない追加キットであるが、この装着後は爆弾を含む全体を指して j ダムと呼ばれることが多い。砂漠の嵐作戦初期の爆撃時には、米空軍での空対地攻撃兵器の能力不足が目立った。煙、霧、砂塵、雲で覆われ、見通しの悪くなった地上では精密誘導兵器の使用が限られ、また、 中高高度からの非誘導兵器の投下では命中精度がさらに悪化した。こういった問題を解決すべく、1992年に悪天候精密誘導弾の研究、開発、実験、評価が開始された。最初の J ガムキットは1997年に作られ、1998年と1999年に使用テストが行われた。 テストでは450機以上の J ダムが落とされ、公表された精度としては10メートル以下のセップで95%を上回るシステムの信頼性を達成した。J ダムでの実験と評価では、対象条件での落下を加えた実用性実証テストも行われ、雲や雨、雪の中でも晴れた天候と変わらず、命中精度は低下しなかった。さらに、これらのテストには、 複数の同時落下による個別目標への誘導実験も含まれていた。J ダムと B-2 ステルス戦略爆撃機はアライドフォース作戦でデビューを果たした。本作戦期間内に数機の B-2 はミズーリ州のホワイトマン空軍基地から無着陸で30時間の往復飛行をこなし、合わせて650機以上の J ダムを投下した。 2002年の軍事調達ジャーナルの記事では、アライドフォース作戦の間に、B-2 は651機の J ダムを放ち96%の、信頼性と計画された目標の87%に命中し、と述べている。しかし、いくら J ダムによって爆弾が精密に誘導されても、爆弾である限り正しく運用されなければ、小さなミスが大きな惨事を引き起こす。 2001年12月5日に b 5 2が1機のゼイダムをアフガニスタンで落としたが、それが新米派でタイターリバーン勢力のリーダーであったハーミド・カルザイとサイドアリム・カライ、さらに彼らを護衛していた特殊部隊軍 SOF のすぐそばに着弾し、味方を死傷させる事故が起きた。その時、カルザイ側の男たちとそれを補う米国の特殊部隊による混成兵力が ターリバーン兵の一大勢力に襲われており、ほとんど圧倒されつつあった。米特殊部隊の司令官は、ターリバーンを空から攻撃してもらおうと、米空軍に近接航空支援を要請した。直ちに飛来した遊軍機によって一機のゼイダムが投下されたが、それはターリバーンの上にではなく、アフガン政府と米軍人たちの上に落とされた。事故調査で原因が明らかとなり、 特殊部隊に随伴していた空軍の統合末端攻撃統制ジェイタクが GPS 受信機の電池を戦闘中に何度か交換したために規定値である自らの座標の表示という状態に戻してしまった。そのことに気づかないまま自分の座標を爆撃に来園した遊軍機に伝えてしまったために起きた悲劇であった。初期型ェイ a ムのアライドフォース作戦での成功によって 500ポンドの MK-82 爆弾と1000ポンドの MK-83 爆弾へも計画が拡大され、1999年末には開発が始められた。普及の自由作戦とイラクの自由作戦の間に、いくつかの教訓を得て、海軍と空軍は移動目標へも使用するために、週末誘導用精密シーカーだけでなく、GPS 精度の向上も進めた。 j イ a ムは大きくビブセクションとストレーキ部に分けられ、ビブセクション内に収められた誘導制御ユニットが完成誘導システムと GPS という二つの方式を併用して、自らの位置と方向を割り出し、設定された着弾目標の座標との差をビブの空力制御翼面を動かすことで縮め、爆弾を高い精度で誘導する。誘導は、 ビブの制御システムと GPS で補助される完成後方システムによって行われるが、この後方システムは航空機のシステムから送られる位置と速度ベクトルの調整値によって初期化される。一度航空機から投下されれば JDAM は与えられた目標座標へ向けて自律的に操舵される。目標座標は離陸前に航空機へ読み込まれるか、 離陸後も10日前であれば搭乗員の手動によって変更でき、さらに10日後にもデータリンクを通じた入力が可能になっている。2004年のリザルタントフューリー演習では B-52 爆撃機が投下した J ダムを E-8J ストアーズがリンクを介して誘導することで洋上の移動目標への攻撃を成功させた。リンクを介した目標変更は募気に搭載された。 ライトニング2か、スナイパーのような搭載標準装置からも行うことができる。最も正確な方法では、J ダムシステムは GPS 信号が有効な時に13メートル以下のセップという最小の兵器正確性が得られるとされ、ボーイング社と米空軍はテストにおいては10メートル以下であったと報告してる。GPS 信号が妨害を受けるか受信できない場合でも J ダムは 最大百秒間の自由滑空するとして三十メートルのセップをまだ達成できるとしている。ジェイ a ムは超低高度から超高高度までの降下中、トスロフト上昇中での投げ上げ投下、水平飛行中に投下が行える。レーザー誘導されるペーブーウェイ爆弾のような従来型の精密誘導機とでは投下時には爆弾のシーカーが確実に目標を視野に 捉えられるように狭い角度領域での飛行を要求されるが、JDAM ではそういった制約はなく、目標とは異なった方向に飛行したままでも投下できる。さらに JDAM は、一機の航空機が一回の飛行通過で、複数の兵器を一つまたは複数の目標に投下することを可能とし、また、新艦の起爆タイミングも空中起爆から触発、 貫通後の起爆という多様な新艦設定が行える。ただし、新艦設定は離陸前に行っていなければならず、搭乗員は飛行中に変更することはできない。アメリカ陸軍が普及の自由作戦とイラクの自由作戦の間に得た経験から、一つの筐体にさらなる能力を加える必要が明らかとなり、進行中の計画で、 J-DAM キットに精密終末誘導シーカーを備え付け、改良が行われることとなった。レーザー J-DAM、リーダムとして知られるこの改良は、J-DAM 爆弾の先端部に、レーザー誘導、セミアクティブレーザーホーミング、ソルシステムを加え、J-DAM に移動目標への攻撃能力を与えるものである。レーザーシーカーは、米ボーイング社では精密レーザー誘導セット、 プリシジョンレーザーガイダンスセット、PLGS と呼ばれ、今では、ダスマイナス 38B で知られる先端のレーザーシーカー部分と、後部のテールキットと先端のダスマイナス 38B を、玉体の下で肩爆くし固定するための、ワイヤーハーネス部から構成される。2004年会計年度のうちに、ボーイング社と、米空軍は、J a m のレーザー誘導能力のテストを開始し、 そのテストにおいて、システムが移動目標を追跡し、破壊する能力があることを明らかにしている。この二重誘導システムは GPS、INS 単独での運用能力も残しているので、レーザー誘導が働かなくてもこれまでの J ダムと同様の精度を持っている。地上部隊が目標にレーザーを当てるだけで GPS 機能と連動して目標座標が測定され、 そのデジタル情報は、無線で空中の j イ a m 搭載攻撃機に送信されると人手を介さずに j イ a m 内に設定されるシステムも開発された。2007年6月11日に、ボーイング社は2009年6月までに600個のレーザーシーカー、米空軍に400個、米海軍に200個を生産する契約をに800万ベイドルで獲得したと発表した。 ボーイング社によれば、ネバダ州のネディス空軍基地でテストを行い、空軍の F-16 戦闘機と、海 -15E 戦闘爆撃機が投下した12機の500ポンド、リーダム爆弾は、高速で移動する目標を破壊することに成功したと、された。機体に搭載された、照準装置を使い、投下機自身が、レーザー照射を行い、投下した爆弾が、 目標に命中するまで自ら誘導した。さらに、リーダムキットでは、ボーイング社は J ダムのタイ・ジャミングシステムの開発を米海軍と契約し、テストを行っており、2007年には開発が終了して2008年には出荷が始まる予定である。このシステムは、統合 GPS 対妨害システム、インタグレイテッド GPS アンチ・ジャムシステム、e v s として知られる。 ボーイング社は2008年9月15日に B-52H 戦略爆撃機でリーダムを搭載してデモフライが行われたと報じた。2008年8月12日にイラクで実戦投入された。2008年7月24日にはドイツがボーイング社とリーダムの最初の海外顧客となる契約を締結した。ドイツ空軍への引き渡しは2009年中頃から 始まる予定である。この注文には2009年にキット数を追加する選択肢も含まれている。J ダム、um、爆弾は安価に調達することが可能である。当初見積もられたビブキットの単体価格は4万ベイドルであったが、競合入札の結果、後に米ボーイング社に吸収された米マクドネルダグラ社が単価1万8000ベイドルで契約を交わした。単価は 2004年には2万千米ドルに上昇し、2011年には3万千米ドルになると見られている。米国政府は JW を武器輸出管理法の下で、以下の数カ国に限られた数量に限って輸出販売を認めた。これらの他にもいくつかの購入要求が審査を受けている。オーストラリアや日本など西側同盟国空軍組織にて運用中。また、 イタリアや日本などの戦略爆撃機を保有していない国家では対地精密攻撃戦力の主力兵器である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。